やばいな、あるぞ、これ。あー、めっちゃ着やすいっすね、これ。これ、グッチの 80s のムートンなんですけれども。え、やば、マジで。マルジラめっちゃあるやん。やばすぎて触れたくないな。結構やばいっすね。余裕で着れるっすね、これは。車でやってる意味あんのかなと思うんですけどね。どうも、高田します。今日はですね、群馬に、はい、来られましたね。群馬県の前橋市ですかね。前橋市というのは群馬の県庁所在地ですかね。県庁です。ああ、じゃあもう一番群馬で有名なところですね。ちょっとまずじゃあご挨拶にしたいと思います。そうそう、じゃあここからついてきます。アーベジットっていうお店のオーナーやってます、滝野と申します。よろしくお願いします。滝野さん。はい。よろしくお願いします。はい、あと東京出身ということで。あ、そうです。東京出身。埼玉出身、東京生まれって書いてますけど。なるほど。東京で生活されて、お店は群馬に出されたんですか？そうです、そうです。ちょっとお店のコンセプトみたいなのをお伺いしてもよろしいですか？コンセプト、今、ビルを1棟借りてお店をやってるんですけど、2階がベーシックなものを揃えてて、3階がアーカイブ品とか、イタリア、イギリスなどのデザイナーズ古着をメインに3階は取り扱っています。なるほど、そうですよね。そういう風にお聞きしてきております。できて1ヶ月はなんですよね。あ、1ヶ月です。ちょうど1ヶ月、丸1ヶ月ぐらいですね。あ、そうですよね。ちょっと何人かから本当になんかこう、なんかお前好きそうなとこ群馬にあるでみたいな。新幹線で、はい、参りました。はい、もう今日はここ見たらすぐ帰るので。そしたらせっかくもなんでちょっといろいろ見ていきたいと思います。ぜひぜひ。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そこのラックがテーラーとか多くて、ギャルソンから60年代のアメリカのテーラードからいろんなのがあると思います。これとかギャルソンとかですね。そうですね。着れないことなさそうですもんね。全然いいサイズだと思います。あ、いい感じですか、はい、いい感じですね。いい感じですよ。なんならこれで帰ってもいいかもぐらい。全然いけます。ちょっと肌寒かったんだけど。めちゃめちゃいいですよね。スリーボタンが違和感ないというか。あー、これはいいですね。スタンドできるね、いいですもんね。いいですよね。やっぱりその昔らしさというか、2パターン楽しめますからね。シンプルに。こっちもちょっとちっちゃいかもぐらいですかね。まあでもそんな変わらないかな、言うて。これは2ボタンですかね。そうですね。だからまあちょっと今っぽい。でもなんか全然切れますね。全然切れますね。うん、全然切れて、肩もなんならちょうどいいとか、ちょっと落ちてるんじゃないかっていうぐらいに。これなんすか、なんかエグいっすね。ムートンコートですか。この丈のがあんま出ないらしいですね。巻き下丈のコートが。余裕で着れるっすね、これは。てか、ですよね、レディースでかすぎるんじゃないかな。これはやばいっすね。めちゃめちゃ悪そうでいいっすね。そうっすね。ヤング感というか、これ悪そうっすね、確かに。でも、これコートだからむちゃくちゃあったかいでしょうね、ムートンで。むちゃくちゃあったかいっすね。僕今ここまで隠れてるんで、めちゃめちゃあったかいっすよ。ちなみにムートンコートとムートンジャケット自体はそんな珍しくないんですけど、はいはいはい、この丈の長さは珍しいと思いますね。あ、そうなんですね。29,700円ですね。めっちゃ安いですね。この土ですか。この土です。あ、でもギャルソンオムですかね。このギャルソンオムですね。インサイドアウトっていう裏返しにしたデザインで。そうですね。完全なるその時の出たばっかりの時のインサイドアウトみたいな感じですね。今ではね結構ありますけど。ありますね。これもでもなんかフェルトみたいになってるか、なんていうんだろう。トラサルディってこんなのあるんですね。面白いですね。これ80年代から90年代のトラサルディで、これもレディースになるんですけど、それだけがメンズだとちょっと足んないかもしれないですけど。ああ、なるほど。なんて悔やまれる服なんだろう。これなんかライダースなんですけど、ウールと切り替えられてるんですよ。レザージャケットなんですけど、ここがレザーで、いいのも切り替えてあるところがウール。ああ、確かに袖がちょっと残念だけど。足んないですよね。袖がそうっすね、ここだから多分なんかちょっと出てるけど、うわ、ここなんかつけたいっすね。でもデザインかっこいいっすけどね、めちゃめちゃ。めちゃかっこいいっすよね。うん、なんか見幅がでかいんすよ。確かに、でもなんかニット着たらそんな気にならない説あるか。気にならない説あるか、これ。これかっこいいな、デザイン。すごいな。ギャルソンオムプルスかな、これ。プルスのシャツですね。あ、レザーパンツ。古着あるある、レザーパンツです。ケンゾオムのレザーパンツですか。へぇ。オムってことはメンズなんですね、これ。メンズですね。16,400円で、ケンゾオムのレザーパンツはちょっと履いてみたいですね。ぜひ。これワイズ方面なんですね。スージーですね。スタジャンなんだ、これすごいっすね、これ。ごめんなさい、言ってもいいですか。すいません。なぜなら、いわゆるスタジャンっていうよりは本当ワイズ方面らしさがポケットついちゃってますしね。リブとかもついてないので、そんなにカジュアル感なくていいですね。確かに。へえ。スポーツジャケットとか
あっち系のノリじゃないので。そうっすね、本当にそうっすね。後ろから見たらスタジャンですね。結構後ろスタジャンで前はスタジャンって言ってもんってなる感じのこの形はマジで他の服でなさそうっすね。なんか意外にないですよね。これは絶対ないですね。ポケットついてるスタジャンって、あのこの大きいワークみたいなないんじゃないですか、デザインとして。これめっちゃいいな、これおしゃれだな。レザーのコートですね、すごい綺麗。幼児のレザーコートですね。あ、幼児さんなんですね、これ。アトリエコートに近いと、チェスターコートっていうよりは。なんか赤タグって言ったりしますよね、たまに。言いますね。うん。いかがでしょうか。見ていいですか。すいません。なんだろう。遠目で見たらレザーに見えない感じもしますね。あの、いい意味でも。そっか、幼児のレザーコートって普通に買ったら、まあ、当たり前ですけど、かなりしますからね。4万円台とかで買えますけど。黒じゃないのが面白いですね、幼児さんって。お値段もね、全部ちょうどいいというか、これもグッチさんのタートルネックのニットですね。ブラウンっぽいお色ですかね。こんな感じのお色味が。ちょっとブラウンっぽいお色ですかね。これウールのライダースっぽいやつで。あ、これワイズさんなんですね。80年代のブロージーのジャケットで。エルトンライダースみたいな。そうですね。結構昔っぽいですもんね。なるほどね。なんだろう、あの、マルジェラのフラットガーメントみたいな。めちゃめちゃわかりやすいです。あの、あるんですよ、平面の方を再現しましたみたいな。まあちょっと着ると結構変わってるよねみたいな服があるんですけど、マルジェラの昔90年代にあるんですけど、いやこれめっちゃヤバいっすね。いいですよね、生地硬すぎて肩落ちないんで。確かにガウンコートみたいで。そうです。あ、これはいいやつですね。もうこれ見てなくても分かりますね、これはこれは着やすいやつですもんね、絶対ね。ガウンなんで。これ一世三宅さんコーデュロイの赤のコーデュロイ。ムートンだこれも。めちゃめちゃ顔に反応してくれますね。顔好きなんですよ。レザー大好きなんですよ。この緑やばくないですか。緑ムートンって見たことないですけど、こっちも染まってますもんね。すごいですね。フランスの80年代のレディースなんですけど、これも。これね、最初に見つけたのは結構エグいやつなんですよね。これジャンポール・ゴッチェさんのムートンライダースコートっていう。あ、やばいこれ。これやばいよ。しかもサイズでかったから。しかもセットインみたいに入ってるから。これが一応ムートンコートですかね。はい、ポリチェさんの。ちょっと袖が僕は長いかなって感じなんですけど、これもうちょっと肩ごつい人着たらめっちゃ良そうですね。あ、でもかっこいいですね、こう見るとね、締めても。すごいですよ、こんな感じになりますね、締めても。かっこいいと思いますけどね。すごい。ワイズさんも、ワイズ、方面でライダースコート。ライダースコートですね。キャルソンゴムとかあるんですね、レザーコートですね。レザー好きっすね、絶対。めちゃめちゃ好きです。好きっすね。これしかも軽いから着やすそうですね。あ、これめっちゃいいっすね。これめちゃめちゃ着やすいっすね。シンプルにレザーのジャケットとかあんま着たことないなって人とかでもいいんじゃないかなっていう。ほんと着やすいんで。ジュニアコーチ久しぶりに見たわ。これも変わった服っすね。あー、これはいいっすね。これ絶対いい服だわ、これマジで。もうディテールがいいっすね、このポケット部分の切り替えだったりとか。あとノンカラーなんですごく着やすいんじゃないですか。ライナーコートみたいですね。すごいいろんなもの混ざりすぎてて、なんか何とも言えないって感じですね。やばいな、あるぞ、これこれマジでやばいな、あるぞ、これやばすぎて触れたくないな、これ結構やばいっすね。これはマジでやばいっすね。僕、これのハーツ持ってるんですよ、このシーズンの。このオーバーサイズ機っていうんですけど、00なんですけど、これマジでやばいっす。インサイドアウトのトレンチコートなんですけど、マルジラの。これやばくないですか。やっぱいいですよね。これやばいっすよ、絶対。サイズが44と書いてありますね。着れたらやばいっすよ。着れる。かっこいいっすね、デザインも普通に。やっぱりかっこいいですよね。ちょっと袖短いかなぐらいの。やばい、ちょっとやばいですね。でも全然30万円だったらこれマジでいいけどな。絶対30万、まあ30万ぐらいですよね。でもなかなか出ないから、そもそも。そうなんですよ。44のサイズ自体が流通してるかわかんないので、正直コレクターさんからするといいねになっちゃうんですよね。確かにそうなんですよ。超いいわこれは。しかもディテールもかっこいいですからね、これ。この辺りとか、ちょっといいですか、この辺りだけ写してもらったりしても。すいません、もう本当にかっこいいですね。なんかマルジェラっぽさがありますよね、このノーカラーなところとか。いいですよね、うん、トレンチって言ってるんだけど、ノーカラーで着やすくなってて、マルジェラのいいとこだけ取ってる感じですね、これは。まあ、めちゃめちゃいい。しかもベルトついてるし、これ超いいな。状態も綺麗だし、いやこれマジいいな。マルジェラがあるとは聞いてたんですけど、こんなエグいやつだと思わなかったな。あー、めっちゃ着やすいっすね、これ。
これグッチの 80s のムートンなんですけれども、これかっこいいな。これめちゃめちゃかっこいいですね。グモまで来たからあったなってめっちゃ思ってますよ、本当に。いや本当に2時間かかってます。これで25万円ぐらいですね。これ実用性あるから全然ガンガン着れると思うからいいと思いますけどね。これはマルタンマルジェラさんの、これも 00AW なんですが、レザーのベストでございます。あ、なんかもう麻痺してきて、この8万円がめちゃめちゃ安く感じますね。はい。面白いのが内側に4つタグなんですよね。着た時に見えない4つタグですね。こっちにないんで、こんな感じです。もちろんあのボタンがないんで羽織るだけにはなるんですけど、こんな感じです。ここいいな。あ、でもおしゃれですね。シャツ上とかでもいいですよね。ちょっとマジラじゃん。カーコートですね。ゼロゼロエダオですね、これも。いや、マジで2000年のマルジラってなかなかないんですよ。人気だから、めっちゃ。ドールとかプラガメとかさっき言ったのも人気なんですけど、まあ、着れるかって言われたらやっぱ着れないもの多くて、正直。でもやっぱこのゼロゼロは唯一その人気の中でめちゃめちゃ着れるんですよ。しかも今って感じのサイズ感が多いんで、これカーコートですね。まあ、めっちゃちょうどいい。めっちゃちょうどいいな。これはサイズバッチリな気がしますね。これはほんとバッチリですね。グモでやってるにあんのかなと思うんですけどね。こちらめっちゃあるやん。 01AW の P コートですね。これもクラシックで使いやすそうな P コートですね。これジェラのレディースのウールのスカートですかね、ついたの、うん、これステッチが特徴的ですかね。めちゃめちゃワイズフォーメンさんのハイネックコート、これハイネックじゃなくてもいいですね。こういう風にいいですね。上げてても締めててもかっこいいと思う。うん、着やすそうな感じですね。これめっちゃいいですね。ハイネックでもすごいっていう。あ、かわいいですね、シンプルに。これもいいな。ということで、ちょっとめちゃめちゃ今日着たと思うんですけれども、はい、他にもいろいろございますが、ちょっといろいろ見て、ちょっとね、まあ、せっかく来たのなんか一着買っていきたいと思うんで、はい、ちょっと選びたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、まあちょっと一着選ばさせて買わせていただきました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。本当になんかめちゃめちゃもちろんエグいものもあったんで、そういうところも面白いんですけれども、リアルに着れるもので着れるっていうか、まあ全然いける値段のものもめちゃめちゃ多いので、ぜひ皆さん来てみてください。本当に東京から来たんですけど、その回は本当にあるなって思いました、心から。うん、インスタとかも概要欄に貼っておきますので、ちょっと本当にぜひぜひ見てみてください。ぜひ皆さんもフォローしてチェックしてみてください。結構ね、出てるものがエグいもの多かったんですよね。で、なんかないものも多いから、多分売れちゃってるものも多いと思うんですけど、ぜひぜひ見に来てみてください。1週間に1回ぐらい変わるみたいな、本当にめっちゃいいと思ったんで、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、もしなと思った方はチャンネル登録と高評価、ネット登録もよろしくお願いします。それではまた次回までお会いしましょう。